レジが果敢にインを取る。これに続いてベルガーもロスコを抜こうとした。接触、もつれ合いながら坂に止まった。ヤンドルからプロスト、いささか心が動揺するベルガー。レースは直ちに赤旗中断。プロストはマーシャルカーを探す。セナ用にセットされてあったマシンをベルガー用にセットする。しかしペダルの位置は急には直らない。ホンダ首脳陣もアクシデントを分析。ベルガーの突っ込みにやや不満か。マーシャルカーをタクシー代わりにプロスト戻る。 T カーは満せるようだ。ベルガーは1キロ以上もランニングして戻ってきた。プロストは早々 T カーに乗り換えてコースに向かっていく。息せきって T カーに乗り込むベルガー。彼はセナより9センチ背が高い。アレジがいけないんだ、原因を作ったのは彼だとバレストロに告げ口。プロストのこの行為は少なからずアレジにショックを与えた。バレストルはアレジのところへ一言注意に行く。無実のアレジ、叱られる。プロストはモナコ用6速ギアボックスからマンセルの7速を使わねばならず、シフトポイントを引きに行く。珍しい光景だ。モナコグランプリのスタートを2回も見られるラッキー。改めてのスタートとなります。緊張の瞬間。セナがプロストかアレジーかバトレーズか。さあ青になった。ガセラがいます。セナがいます。アレジーがいく。そしてベルガー、見えを見ないバトレーズ。セナが先導で行きました。3点目でプロスト、アレジー。再スタートもきれいに決め、セナの一人旅が始まった。レースの鍵はあのミラボーにあり、セナ一切の憂いなし。プロストの段取りはあのミラボーで全てダメになった。考えに考えた6速ミッション車が使えず、マンセル用の車で不愉快極まりないドライブを強いられ、セナに逃げられてしまった。スティーブ・ニコルスも打つ手なし。31周目、プロストマシンを降りた。バッテリーのオーバーチャージでギアボックスのトラブル。ネルソン・ピケはこの日あらゆる公式データから抹殺された男となった。ヘアピンでスピンを喫したが、今回から押し掛けスタートは即刻失格というレギュレーションに変わっていた。コースの真ん中、当然オフィシャルは排除する。それで失格。モナコのヘアピン、ピケには鬼門だ。89年もクラッシュしている。37周、中島プールサイドでスピン。やや戻ってスピンターンして走り出す。しかし挙動が変だ。中島ピットイン、直ちにマシンを降りる。左リアのアップライト、サスの取り付け部が壊れていたためのスピンであった。壊したためのロストは指先に冷却スプレーをかけてもらい、リハビリに努める。つまらない週末となった。パトレーゼもエンジンバルブのトラブルで消えた。いつものように厳しいサバイバルレース。完走はわずか7台というモナコ。とぼとぼ歩き、手を上げる。若武者アレジ2、一車身の差でベルガーが追う。必死にプレッシャーをかけるが、アレジは一向に動じない。ロン・デニス、モニターに釘付け。ケン・ティレル、この2人の伯楽が若い走りを見守る。ベルガーはセナ用の狭いコックピットで前線した。しかしやはりあのミラボーで戦いは決まっていた。自分の刀で戦えない。モンテカルロの王者セナ、強さ、速さ、正確さで右に出るものはない。本人は終盤パワー不足を感じ、エンジンの回転数を落とし、確実にゴールを目指す。全くパーフェクトだった。セナ今季2勝目。
アレジ再び2位の快挙、ベルガー3位。さあチェッカーが繋いだ、セナゴールイン、アレジ、ベルガーと続きました。セナ通算22勝目、モナコ3勝目、バイザーの奥に瞳が光る。伝統のモナコに今年から大画面のモニターがついた。セナ27番優勝。モナコの観客が待ちに待ったニューヒーローがここに誕生した。ジャン・アレジ25歳。セナもまた新しい後継者と目される若者と握手を交わすのである。